行ってこい、三つ葉に。ポケモン抽選パ。ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを作り、対戦する。ポケモンスカーレット・バイオレットの DLC 解禁までに、全ポケモン活躍しなければ、ポケモン引退。ちょっと待って。相手のパーティーにやろうって言うんだけど。何これ。俺以外にニャローって使う人っているんですね。なんかそれに驚きを隠せないわ。で、なんならさ、俺のパーティー多分これニャローって出してくるよな。いや、普通にね、僕のパーティーニャローって刺さってるんで、出してきてもおかしくないんですよね。で、今回は、わりかし、ミツハニーが刺さってるんで、ちょっとミツハニー活躍させたいんだよな。ということで、気になる初手なんですけど、ボーグルからでいいと思います。ボーグル、ミツハニー、まあ、あと雑にアーマーがあたりで、まあ、この辺で攻めていけるといいんじゃないでしょうか。いや、面白くなってきましたね。いや、マジで、今回、抽選パー。ミツハニー、割と骨のかかるポケモンなんで、この辺でさっさと処理をできるのは非常にありがたい。まあ、もう僕の頭の中ではもう活躍カウントかな。ニャローテを焼き焦がすことだけを今、考えてます。さあ、そういうことで、例のポケモン来ましたね。で、例のポケモン、これどうするかだけど、多分、ヤドリギのタイトがしてくる感じだと思うんですよ。で、さすがに多分、交代してくると思いたいんで、さすがにトンボ返りかな。ああ、浮きが成立しない感じかな、これは。さあ、ニャローテ、申し訳ないが、ミツハニーの餌食に、させていただこうかな。ミツハニーでもいいけど、なんならアバーガーでもいいんだよな。いや、ミツハニーかな。ミツハニー行きましょう。さあ、ミツハニー、行ってきなさい。じゃれつく。あれ、ちょっと大丈夫か、これ。ちょっと待って、あ、よし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 。天才すぎる。おい、ミツハニーやるじゃねえかよ。おう、じゃれつくがもう見えた瞬間、マジで終わったかなと思ったけど。あ、それだったら全然チャンスがある。じゃあここは一回、改めてアーマーガーに交代するか。アーマーガーに交代して、ちょっと、本当はさ、こんなニャローって相手に、こんなポケモンたち全部出したくなかったのに。いや、ちょっとこれは辛いですね。ちょっと辛いんですけど、相手がこの瞬間、多分まともな技を持ってなさそうなんで、ここは一回、トンボ帰りでいいと思います。え？ここでテラスタル？え？あ、草だ。これはどういうことなんでしょうか。全くもってわかりませんが、ヤドリギのタネ、なるほど。じゃあちょっとここはもう決めさせていただこうかな。オッケー、ヤローテにいい感じに HP が削れたんで、ちょっとここはもう、行かせていただこうか。行ってこい、ミツハニー。さあ、相手もテラスタルを切ってきたということは、僕もちょっとこれは、尊敬して、テラスタル切ってもいいかもしれませんね。で、今回は、わりかし、もう、ミツハニーにテラスタル切るためだけに今回生まれてきたんで、もうテラスタル切っちゃいます。テラバーストで。見せてやるよ！俺のミツハニーの力を。さあ、これで一応、ジャレツクも多分、耐えることはできると思いますので、はい、ジャレツクもこれで半減です。そう、今回の僕のミツハニーね、ハッサムの鋼テラスタル、ハチマキバレパン大調整より防御振ってるんで、バーカー！まあまあまあ、いいやろ、いいやろ。まあ、ヤドリギの種もちょっとされてしまいましたけど、皆さん大丈夫ですよ。テラバーストでね、ちょっと、ニャローテは、もしかしたらちょっとここを倒すことがちょっと難しいかもしれませんが、後ろのポケモンにね、結構ダメージ入れられると思うんで、それをね、ちょっと皆さんに見せていきたいなというふうに思ってます。別にウルガモスとかが交代してきたとしても結構ダメージ入るからね。見といて、マジで。うん。結構ダメージ来たけど、いや、ヤドキングがふざけてるでしょ。いや、ヤドキングじゃ、ダメですよ。いや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 、ミツハニー一応虫タイプなんですけどね。
いや、おかしいな。虫タイプのはずなのに、ヤドキングがなんか、ノーノーと出てくるのがマジでおかしいんだよな。ちょっとこれは、張り切りの虫食いの餌食にちょっとしていかないとダメっぽいな。ちょっと分からせてあげないとダメですね、これね。さあ、虫食いの威力60。これの威力を震えて眠るがいい。さあ、虫食いの火力に震えろ。バーカ、お前。おい、二度と使わんわ、こいつ、マジで。お前、仕事しろや。嘘でしょ、お前、もう。しょうもないところは、ちゃんと技を当てて。ねえ、ほんとに。もう、テラスターでも、無駄に消費したわ。おい、これ、どうすんだよ、マジで。どうすんの、これ。地味にヤドキングうぜんだよな、これ。おい、俺の計画が大きく破綻したけど、これ大丈夫かな？なんか悲しくなってきたよ、一気に。もうめちゃくちゃ悲しい、今。さあ、誰が来るでしょうか。まあ、さすがにニャローテ切ってきますよね。で、ニャローテは、まあ、これはもう倒せるんで問題ないんですけど。うわぁ、ニャローテちゃんと倒してくれたら、もうマジで何も文句なかったのになぁ。テラバーストで、張り切りテラバーストですよ。もうそこまでできたら、もう、三葉に、もう俺今後、もう多分10月まではもう絶対使う、ないと思って、感動したのになぁ。なんか、悲しいなぁ、ほんとに。ウルガモス。ちょっとここウルガモス組むってよくないなぁ。うわぁ、それだったらこれ。いやぁ、こだわってんのバレてんな、多分これ。どうしようこれ。ほら、これもさぁ、三葉にが、技外しまくったから、結局なんかこんな、なんか手もつけられないような状態になっちゃってるんですよね。マジで許されないですね、これね。ちょっとこれ、シャドウクローの急所で、ちょっとこれ倒してくれない、倒していただかないと、ガチで勝てない。倒してほしい、ここ。頼む、倒せ！いやーいやー、いや、相手、張り切りでさ、2回かわしてんから、せめて、あれ、上取れてれば、なんだこいつ。なんだこのウルガモスは。まあなんか結果として相手のガモスがくっそ遅くて助かったわ。危なまあ皆さん、ミツハニーのヘマした分は、モーグルがちゃんと、ちゃっかりとね、回収するんで、もう、どんなことがあってももう安心安全ですね、もう。さ、もう僕からは特に何も言うことはないや。まあ、シャドウクローがこんなにも急所に当たらなかった技だということにちょっとびっくりはしていますが、本音を言うとそろそろ急所を当てて倒してほしいところですね。ありがとうございました。いや、悔しいこれ、マジで。さて、対戦よろしくお願いします。いやー、ガッサ来ちゃった。いや、今回の俺のパーティー、ガッサ全然考えてなかったんだよな。ちょっと、昨日ガッサはめちゃくちゃめんどくさいです。とりあえず選出は、ウォーグル、コジオ、ここのラインはもう間違いなく確定でいい。で、あとは、まあ、マガディかな。まあ、今回めちゃくちゃ羽ばたく神がクソ重たいですが、まあ、羽ばたく神はね、とりあえずウォーグルで、タイマンでなんとかしていけたら、どうにかできる相手なんで、とりあえず今回は、このスカーフウォーグルで奇襲を仕掛けて、ボコボコにしていけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。まあ、今回全体的に、結構受け寄りの強そうなパーティーになっち上がったので、ちょっとそれをね、皆さんにお見せしていけるといいかなっていうふうに思ってます。さあ、ブラッキーから来ると。ブラッキーがここで来るっていうことは、ここ、スティルショックばらまけチャンスですね。トンボ打ちます。さあ、ウォーグル今回こだわりスカーフを持たしておりますが、ちょっとこれは、小じおで地割れで何とかしていかないと結構、やばそうな試合になりそうですね。さあ、小じお行ってこい！さあ、これで、小じおは清めの塩によって、はい、状態以上無効にすることができます。さあ、電磁波持ってるっていうことはめちゃくちゃ臭そうなんだよな。挑発持ってるかな？持ってるとめちゃくちゃめんどくさいんですよね。ここはステルスショックばらまき大チャンスなんで、ここは一回ばらまいていくんですが。さあ。
いるとすれば、ミカサマ別にいいんですけど、いるとすれば羽ばたく神もいてもおかしくはないんですよね。まあ多分相手ここ全然交代してきてもおかしくないんで、ここは一回挨拶帰りに地割り打つか。小ジオさんやることないんで、多分ここ相手交代してくるんちゃいます。有効打ないでしょ、小ジオだよって。当たれよ、強っ。お前やるやん、小ジオさん。ちゃんとこのめんどくさい受けポケモンであるブラッキーを倒したのは、これはめちゃくちゃ優秀ですね。さあここどうしよっかな。テラスタルを今回アーマーガーが使う価値あるかどうかなんですね。で相手、あ、どうなんだろうな。ここは一回様子見で自己再生でいいとは思うけど。さあ、何をしてくる？ステルスロックか。さあ、相手もステルスロックを打ってきて、さすがにさ、ブラッキーと来て、フォレトスでしょ。え、最後海竜だと思うんだよな。最後海竜だと思いたいんですけど、なんか、出てくる様子もなさそうで、なんか何とも言えないですね、これね。海竜になって、海竜ちゃうのかな？ちなみにラウドボーンが一番めんどくさいです。ラウドボーンが結構めんどくさいから、これテラスタル温存したいんですよね。一回アーマーガーでいいか。さあ、受け系は、小ジオだけではなく、アーマーガーもちゃんといます。さあ、アーマーガーで、きっちりと PP を枯らしていきたいところですが、相手も鉄壁してきましたね。鉄壁ってことは、まあ、そうね。どうしようかな、これ。フォレトスちょっと嫌ですね、これ。PP 合戦は間違いなく、僕の方が有利ではあるが、ボディープレスでいろいろやられるのも嫌ですからね。一回小ジオでやっぱ地割れ、呪い入れた方が強いかな。小ジオ行きましょうか。もう一回。で、多分このフォレトスの持ち物はゴツゴツメットあたりと見て間違いないと思います。もう一回ここ、鉄壁してくるんじゃないかな。なんかすごい技来たね。すげえ技持ってるね。それはちょっとびっくりだわ。一回自己再生いきます。これゴーストティラスタルでいいです。いや、マジで清めの塩、大活躍すぎるんだよな。いや、いいですね、これは。で、これで、一回ゴーストテラスタルを入れることによって、これで相手はボディプレスを与えることできなくなるんですよ。で、ボディプレスをこれで防ぐことができるから、あとは、多分呪いで、フォレトスを流すだけ流して、後ろのポケモンに地割れぶち込めたらなんかもうそれでいい気がするんだよな。さあ、そういうことで、ここは、小ジオの強さを見せていきましょう。そう、呪いを使うことができるんで、そう、攻撃防御アップだけではなく、はい、ゴーストによって、この呪いで固定ダメージも与えに行くことができるよっていうことで、これがなんといっても強いんですわな。さあ、まあ、フォレトスも悠々と鉄壁を積んでいるご様子ですが、この呪いを受けながらフォレトスさん、小ジオを相手することができるかな。めちゃくちゃいい感じよ。もうここ地割れでいいや。回復ソースがあるかちょっとわからないですけど、ここはもう地割れが突き刺さりますね。まあ多分フォレトス特性頑丈だと思いますけど。きたー。対戦ありがとうございました。え、小ジオ強。大活躍。さあ対戦よろしくお願いします。今回の選出は先発、ウォーグルから、あとは小ジオとゾウちゃんのこの3匹で戦っていこうかなと思います。さあ、この対面なんですけど、なんとも言えないな。一回トンボ返りからいきます。で、トンボ返りすることによって、多分それで、インファイト圏内まで、削り切ることができるんで、まあ、それをちょっと利用してって感じになるかな。はい。いや、勝てえな、やっぱセグレイブは。で、まあ、セグレイブの硬さは、まあ、それはもう健在っていうことで、まあ、それはいいとして、さあ、小ジオ君行きましょう。
さあ、こっから小ジオくんで、まあ、地割りを連打していくゲームにちょっと持っていこうかなと思ってはいるんですけど。OK、これは相手の持ち物、タスキかな？可能性としてはタスキの可能性が結構高めな感じがしますね。ここは一回、まあ、自信してくると思うんで相手、ステルショック行きましょうか。自信。はい。いや、いい硬さしてるわ、やっぱり。で、これ次、巨剣突撃も耐えれるんで、あとは適当に自己再生挟みながら、まあ、交代際に、地割れを刺したりとかして、ちょっといろいろと楽しんでいきましょうか。まあ、そんな感じで、いけるんじゃなかろうか。あぶねえいや、やっぱりさ、いや、こいつ優秀なんだよな、本当に。さあ、巨剣突撃も全然耐えれることもこれで分かりましたし、相手もなんかすかさず巨剣連打してますね。ただめちゃくちゃギリギリやな。いや、巨剣突撃火力高すぎなんだよな、マジで。いや、ゴツゴツレッドとかがあるとね、これも申し分なしなんですけど、もう相手がここ折れて交代していただくまでちょっと耐えるしかないね、これね。さあ、まあ、ちまちまと受け切れてはいるんで、そこは申し分はないんですが、ただちょっと拉致が開かないんだよな。ちなみにさ、巨剣突撃って TP いくつ？ 5 か。じゃあそろそろ相手が TP 温存してなければこの辺で、あー増やしてるかな、これは。あー持ってんのか。さあちょっと、いやらしい戦いになりそうですね、これは。で、地割れ打つよりは、どちらかというと呪いの方がいいかな。地割れをすかした時がめちゃくちゃしょっぱいんですよね。で、それも嫌だからな。まあ、地割れ打つか。OK、交代してきましたね。で、セグリーブは全然問題なくて、この世ザルね。交代際の一撃必殺は当たるってそれよく言われてるからな。いけー悲しい。さあ、まあ、ここは身代わりも全然されちゃっていいんで、ここも地割れ連打行ってやりましょうか。で、多分、フンドの拳は全然大したことないんで、ここは地割れ連打でいい。で、相手が、まあ、挑発身代わりあたりしてきた場合はちょっと考えようか。あ、いいじゃん。なんだかんだで、今回僕の小ジオさん大活躍してて、嬉しいです。嬉しいんですけど、そろそろいい加減出てほしいよね。で、相手がここ、挑発からわざわざ入ったってことは、身代わりは多分持ってる可能性低くて、フンドの拳これ耐えます。なんならそんな入らないでしょ。が、勝ってーいいじゃん、よし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 小ジオさん、大活躍。さあ、これで一匹倒しながら、なおかつステルスショックもばらまきと、もう、ものすんごくもうやりすぎですよっていうぐらい、もう本当に仕事してくれたんで、もう小ジオくんはもうあとゆっくり休んでいただきたいですね。肩パッド X、これ誰でしょう。グレンアルマか。グレンアルマは、瞑想適当に積まれるのが結局めんどくさくなっちゃうから、結局のところここも呪いで退場でいいんじゃないか。呪いで退場します。小ジオくんは、よく頑張りました。あー、そっか挑発されてるからこれどうしようもねえじゃん。ちょ、どうしようこれ。挑発うぜ挑発がうざすぎる。どうしようかな。ここどうに交代しても正直仕方ないんですよね。まあ、ここはもう、地割り打つしかないか。うわー、呪いを使えないのもったいねー。で、テラスタルも使えてる状態で、相手がここ直してくるかだな。相手、ここ、どうしてくる？瞑想とか積んできてくれるとめちゃくちゃありがたいよ、ちなみに。まあ、そんなことはないよな。これはやられます。さあ、こっからどうしたものかですよ。どうしようかな、これ。結局、銅はここ使っても意味はなくて。いやー、これさ、いや、挑発うぜえ、マジで。なんか、絶妙に地割りが当たるタイミングが本当に良くなかったんだろうな。っていう感じで、ちょっと、悲しいです。で、この HP でしょ？これさ、
ブレバで多分倒せないんだよなあいつ。倒せたら倒せるで越したことはないんですけど、これどうしよっかなマジで。シャドウクローで急所で倒しに行くしかないか。ブレバは多分耐えてくるんで、もうこれ押すしかないね。頼む急所で倒せ。あーこれなんならこれブレバで倒せたかあれあれこれもしかしですけど、ブレバで倒せました。どうばっかも。いやもうね、わかんないんすよ、もう本当にもう。もう自分、まあ今回はあのこの世ザルのあれが強かったですね。挑発が純粋に強かったです。ってことはまあ純粋にこれは皆さんウォーグルのブレイブバードでちゃんと倒しに行くことができたら、耐久無理であればワンチャン倒しに行くこともできたよということで、はい、皆さんダメージ感覚研ぎ澄ましてください。ありがとうございました。うわ悔しい、ブレバでよかったんか。今回の戦績は10勝11敗の勝率 47% で収まりました。使ってみた感想ですが、まあ、今回はね、このアーマーガードっていうクッションポケモンたちは結構豊富にいて、そこは良かったんですけども、あの、最後の最後で相手のポケモンをもう確実に息の根を止めれるような、まあ、残飯処理アタッカーっていうのかな。その辺がちょっと、ウォーグルぐらいしかいなくて、あともう1、2匹ぐらいいたら、まあ、完璧だったかなっていうような感想です。はい。で、ミツハニーがね、ちょっと今回、ちょっと、あまりに技を外しすぎて、ちょっと全然活躍できなかったんですが、もしかしたら、ミツハニー、こだわりスカーフを持たして弱点つきながら戦う方が、ワンチャンそっちの方が強い可能性がちょっとあり得たんで、次回は、スカーフの枠が余ってたら、ちょっとこだわりスカーフで実際にちょっと戦ってみようかなと思います。あとはヒバニーが思った以上に、カウンターをしなくても強いっていうことを分かったんで、まあ、ぜひですね、皆さん、このポケモン、本当にもうテラスタル、テラピース使わずに、もうそのまま育成することできるんで、よかったら、ヒバニーも育成してみてください。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の抽選パもよろしくお願いします。